お疲れ様です。じいさんです。今から無職なのにマグロの釜を焼きます。いつ死ぬかわからないので最後の晩餐候補なるかな。こんなに贅沢するのは去年給付金をもらった時以来ですね。去年、ラーメン食べたきりかな。臭みをなくして全体的に旨味を凝縮させるため塩を全体的に塗り込みます。塩水に浸すってやり方もありますけども、大きすぎて入るボールがないんですよね。おすすめの塩は美味しいお塩を使ってください。湿ってるお塩は水分を吸いにくいので乾いた塩がいいですね。湿っていて美味しい塩はちょっとフライパンで炙ったりして水分を飛ばした方がいいと思います。このまま放置します。目安としては常温に戻るぐらいでしょうか。この大きさですとだいたい1時間半放置しました。確認の方法は触診で OK です。そしたらドリップと塩をキッチンペーパーでよく拭き取りましょう。拭き取り終わりましたら全体にまんべんなく料理酒をかけてください。理想は霧吹きですが、アルコール用の霧吹きはないのでキッチンペーパーで直接塗り込んでいきます。こうすることによって臭みが取れ旨味が増すんですよね。あとふっくらするお魚の理想の焼き方は強火の遠火です。でも僕の家はそんな焼き台がありません。なので今回はオーブンで焼くことにしました。私のガス台は10年前のオンボロのガス台なのでうまく焼けません。あと入らない。オーブンで焼く場合は上にアルミホイルをかけておきましょう。でないと上の方が焦げてしまいます。余熱したオーブンで280度30分で焼きましょう。そもそもうちのオーブンは280度が限界。お好みで大根おろしを作りましょう。私は中年なので大根おろしがないと脂っこいものは食べれません。20分経ちましたら上のアルミホイルを取ってください。あと残りの10分で仕上げの焼け目を作ります。ちなみにこのオーブンはドンキホーテで5000円で買いました。僕の自慢の一品です。これが限界。貧乏人でも最低限のお魚は焼けるように工夫します。これが貧者の知恵ってやつですかね。お好みで大根おろしをのせましょう。冷蔵庫で冷やしておきました。醤油をぶっかけてあとは美味しく召し上がりましょう。なんで無職なのにお酒があるのか謎ですよね。実はガクトしてるんですよ。たまにいただけるんですよね。ありがたい。外はパリッとして中はジューシーふっくら。箸を入れただけで魚汁が出てきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ご意見など聞かせていただけるととても嬉しいです。もしよろしければよろしくお願いいたします。いや、うめえ。